すっごい。大丈夫？サーバルちゃん、どうしたんすか？大丈夫、大丈夫。地面よく見るとすごいね。花だらけ。ここ、何かいるのかな？墨を塗ったように黒くなってるんです。土の中で生活しているので爪が鋭くて耳や尾っぽは小さくなってます。2月3月にかけて繁殖の時期を迎えるんですけれども、個体同士の闘争が激しくなったりして、喧嘩している相手が出入りしている巣穴の入り口を土で塞いでしまうっていう悪さをすることはあります。